ガバナーパスカル駅はフィリピン国鉄の駅。ガバナーパスカル通りに隣接しており、マニラ首都圏のマラボン、アカシア地区に位置しており、マラボン駅やアカシア駅とも呼ばれる。現在は首都北部のコミューターや北部シャトルのターミナルとなっている。かつてはこの駅は隣接自治体で駅の建っていたアカシア村の名前が付けられていた。現在駅名は隣接するガバナーパスカル通りの 名前となっており、この通りはマラボンの主張であり、道路を整備したウェンセスラオ・パスカルの名前を冠している。旧駅は風雲で最高潮となった北方本線建設に向けた、サラチカのために2007年に取り壊された。2018年、マラボン市自治体フィリピン運輸省、フィリピン国鉄の協議の後、新規に建てる効果の北方本線の指定駅ではなかったものの、ここに、 地上鉄道駅を建てることとなった。これは、フィリピン国鉄で運用される路線の過労間以北への延長であり、20年ぶりの鉄道事業の再開であった。2018年9月、PNR の技術チームは、旧アカシア鉄道駅の調査を開始し、廃止された鉄道をそこに再建する草案を、定期2018年末までのサービスと駅の再開の 目標を策定した。運用再開を公式に祝う式典が行われ、その後に路線が引かれ、バラストが巻かれた。運用再開のためにサムソン通りとの交差点の踏切の工事のため、通りは2018年11月23日に一度停止され、工事後、マラボン駅までの鉄道運用が可能になった。20年近くの休止を経て、 ガバナーパスカルへの運用は2018年12月3日に行われた。レックス10.1の高架下となる部分であり、駅近傍の路線は撤去され、単線標準機のレールに取り替えられた。レックス部分に関係する資材は、地上部分の鉄道路線を修復するために移動した。駅の北にあるガバナーパスカル通りとの交差点の踏切はバレンズエラ市への延長を目的とした。 さら地か作業時の道路封鎖中に撤去されている。ガバナーパスカルには商店や施設が立ち並ぶ。さらに西へ行くとロビンソンズタウンモールマラボンがあり、ナボタスに向かう。東にはマラボン市動物園があり、カローカン市のモニュメントに戻る。ありがとうございます。